みなさん、こんにちは。金倉恵那です。はい、今日は、えっ、ー、と、速報で、えっ、ー、と、女子五百メートルの結果をお伝えいたします。はい。なんと、なんと、なんとですね。日本女子初の金メダル、小平奈緒さんが取られにかかりました。おめでとうございます。<laughs> はい。いや、はい、おめでとうございます。ということで、ね。嬉しい。<laughs> 本当にねゆずくんだけやと思ってたから金がほんとにもおめでとうございますということではいえっ、ー、とに女子日本のオリンピックのメダルがついに長野オリンピックのメダルにとず並びましたってことで <laughs> 嬉しい <laughs> おめでとうございますってことではいでえっ、ー、と 2位は、えっと、朝鮮の、えっと、イ・サンファさんでしたこのイ・サンファさんは、えっと、バンクーバーオリンピックそからソチオリンピックと、えっと、連覇していたので、えっと、3連覇ができなくてもうめっちゃ悔しそうだったんですがはいはい小平直さんがやってくれました、はい、<laughs> いやー嬉しい <laughs> 前 1,000m で銀だったんでねちょっと悔しい思いはしたんですけれどもインスタートということで。 いいスタートを切っってて頑張ってくれましたおめでとうございます。と <laughs>、はいうことで、えー、と3位が、えー、とチェコの人かなチェコの選手でした。この方もおめでとうございます。ということではい。いやー嬉しい <laughs> 小平奈緒さんが優勝で嬉しい。それだけでした。と、はいう <laughs> ことで、えー、と今日は小平奈緒さんが 日本女子初の金メダルを取ったということでちょっとリビングのテレビの方から出してこっちに来て <laughs> あのー、お伝えいたしましたはいそうですね本当に嬉しい限りですおめでとうございますってことでえっと今日はこれぐらいにしたいと思いますちょっと今日は早いですけれどもねこれぐらいにしたいと思いますえっとチャンネル登録はえっとこちらの概要欄からえっと Twitter のフォローえっと グッドボタンよろしくお願いしますあとコメントもよろしくお願いしますリクエストもありましたらぜひこちらもよろしくお願いいたしますということでえっ、ー、と今日はこれぐらいにしたいと思います以上、かなくるゆなでしたバイバイ